ヤクタ都市軍は、アメリカ合衆国のアラスカ州の南東部に位置する、統合市軍である。2010年に行われた、国勢調査での人口は4035人であった。軍名は、トリンギット後の、カヌーが休むところを意味する、ヤーアークダートから来ているが、もともとは、エ訳ク族の名詞字役だ T から派生し、トリンギット後の、カヌーを意味する、言葉ヤーアークの影響を受けた。 当初あった、ヤクタト市の他に、そこそこの人口が集中しているのは、軍西中部の IC 米空港がある、IC 米の町だけである。ヤクタト市はその面積で、アメリカ合衆国最大の都市であり、世界でも、第12位になっている。ロードアイランド州と比べれば、約6倍である。日本の都道府県の面積で、第2位である、岩手県よりも大きい。 ヤクタと地域の最初の入植者はカッパー川地域から来たエアック語を話す人々だったと考えられている。トリンギット族が地域内に移ってきてヨーロッパ人が訪れる以前にエアック族に同化していた。ヤクタとは地域内に多くあったトリンギット族単独及びトリンギット族とエアック族の集落の一つに過ぎなかったが他の集落は 人口が減少するか放棄されてきた。18世紀と19世紀に、イギリス人、フランス人、スペイン人及び、ロシア人の探検家がこの地域に入った。ロベイ会社の前身であるシェリホフ・ゴリコフ会社が1795年に、ヤクタトに砦を建設しラッコの生川を交易する施設とした。そこは、ニューロシアあるいはヤクタト植民地。 スラボロシアと呼ばれた。ロシア人が近くの魚場へ入ることを遮断すると、リンギット族戦士が鳥を襲い破壊した。アメリカ合衆国がアラスカを購入した後の1886年までに、この地域の黒砂の海浜は金を求めて掘り返された。1889年、スウェーデンのフリーミッション協会がこの地域で学校と製材所を開いた。 スティムソン木材会社が1903年から缶詰工場、別の製材所、一軒の店及び鉄道を建設した。1970年まで創業を続けたスティムソンの缶詰工場に近づくために多くの人々が現在のヤクタと後に移転してきた。第二次世界大戦中、アメリカ陸軍飛行隊がヤクタと近くに大型の飛行隊を駐屯させ、舗装された。 滑走路を建設した。この部隊は戦後に撤退したが、滑走路は役立と空港として現在も使用されており、定期便が運航されている。現在の役立では漁業が最大の経済活動である。2004年、役立とトリンギット族が先住民管理局から言語保存認可を受けた。このことで中年と青年に、 トリンギット語を教える動きが再活性化された。ヤクタとトリンギット族は2007年にも別の先住民管理局認可を受け、学校での役割を拡大している。ヤクタとトリンギット族のトリンギット語を再活性化する動きは、全身反応教授法のような大二言語教育に伝達手段を使うことに焦点を当てている。日本人邪神科。 正規かや森は1912年から1941年まで地元缶詰工場で働きながら役立と,とその周辺を精力的に撮影した。その大量の作品は現在役立市役所に収められている。役立は1992年9月22日に統合市軍として法人化された。この時まではスカグエイ役立安軍国勢調査地域の一部であり、 この国勢調査地域は後に、スカグエイ、フーナー安軍国勢調査地域と改名された。ヤクタとアンの流氷ヤクタ都市は、北緯59度32分49秒整形139度43分38秒、北緯59.54694度整形139.72722度、59.54694-139.7272221し、 ヤクタと湾の入り口に位置する。アラスカ湾に沿った低地で孤立した場所であり、アラスカ州の州都ジュノーからは南西に212マイル、離れている。ヤクタ都市群の全面積は9459平方マイル、このうち陸地は7650平方マイル、水面は1809平方マイルで、水域率は19.12%である。 西はアラスカ湾に面し、北西はバルデスコルドバ国勢調査地域、南西はフーナーアングン国勢調査地域、北東から東はブリティッシュコロンビア州のスティキーン地域、北はユジュン州に接している。軍域内にある保護地域としては、チュバチ国立の森、グレーシャーベイ国立公園、グレーシャーベイ原生地、トンガス国立の森、 ランゲル・セント・イラヤス国立公園と保護地、ランゲル・セント・イラヤス原生地、およびラッセル・フィオルド原生地の各部分が入っている。軍内の特徴ある自然省はハバード氷河であり、数少ない全身型氷河の一つである。1986年と2002年、この氷河がラッセル・フィオルドの口を封鎖した。その結果ラッセル湖の湖面が、 それぞれ83フィートと61フィート上昇し、氷河のダムが崩壊するまで続いた。もしラッセル湖の水面が135フィート上昇すると、水が峠を越えて溢れ、四徳川に流れ込むことになる。これが起こると、世界的な魚場に大きな影響を与えることになる。ヤクタトの町は、氷河が町に進んでこない限り影響はない。 町に来るとすれば千年はかかるだろう。地域の植生は、湖水が1860年頃まで峠を越えて流出していたことを示している。欠片の気候区分では、西岸海洋性気候である。年間を通じて、タウで年降水量は4000ミ、mm、リメートル前後に達し、年間の3分の2程度の日において降水が見られる。年間の夏は冷涼であり、 最高気温は、摂氏20度に満たない日が多い。冬は、井戸の割に温暖であり、真冬でも雪ではなく、雨が降ることも多い。ヤクタト付近図、ヤクタト市は、南のヤクタト湾の入り口南側、北の広い地域は、ハバード氷河、その中間にあるのが、ラッセルフィオルド以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。2000年時点のヤクタト市は、 国勢調査指定地域として扱われていた。国勢調査指定地域は、その属する州法では、法人ではない。ヤクタトの領域は、約100平方マイルあり、全市軍の人口の大半がここに住んでいた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。下記には、ヤクタトの海岸と浜ではサーフィンが呼び物になっている。低体温を避けるために、 全身のウェットスーツが、通常の衣類ではあるが、24時間白夜に近いために、海温は暖かい。2010センサスデータハット US、ジオロジカルサーベイ、ジオグラフィックネームズインフォメーションシステム、グローリーオブロシアハットサンプルズアレアベイラブル。オンライン、フォーエグザンプルアット、A サイトホステッドバイザイユニバーシティオブアラスカ。 ペアバンクス、ポピュレーションオブアラスカバイレイバーマーケットレギオンバロセンサスエリア、1990から1999、アラスカデパートメントオブレーバーワークフォース、デベロップメント、アクセスト2009年1月20日、ナウデータ、ノアオンラインウェザーデータ、ナショナルオーシャニック、アトモスフェリックアドミニストレーション、2013年3月9日、閲覧、 クライメートチャーツハット MLA ランゲージマップデータセンターハットユナイテッドステーツセンサスエリアディスクリプションありがとうございます